画面の前の前皆様こんにちはベルクラでございますやっていきましょうバルヘイム、えー、ですけども、えー、今回はですねちょっと前回の動画より飛んでて時系列的にはちょっと飛んでるんですが、えー、ちょっと趣旨としてあの始めたばっかりだけど何をやったらいいかわからないという人のためにこ,うこれをやっとけば最初はまあ大丈夫だよっていうのをね、えー、お伝えしていけたらと思います。 はい、簡潔にね、いけたらいいと思いますけど解説動画として、えー、まず、ですね、これ重要なのはですね自分、まあ、サバイバルゲームにおいてそうなんですけど自分の拠点を作るということなんですよ、まあ、これね、今ちょっと第2拠点としては仕立てているところなんですけどもねこういう風うに、うん、で自分の拠点を立てるって一体まあどうするのかって言ったら、まあ、重要なのはもちろんこの木を削る木を削るといってもこの見てくださいこういう白樺みたいなのは、ね、切れないんですよ今の段階だとね うん、イノシシもちょっと肉を取っておきましょうでこういったね木を取るブナ、うん、を取っていくわけで最初ね <laughs>、まあ、じゃあブナ取っていきたいけどねあの斧とかツールとかどうするんだっていう話になってくるんですよでそこで重要なのがですねまずその建築できる一番大元の、えー、アイテムというかツール、えー、なんですがそれがですね作業台なんです うん、これ、作業台。で、この作業台ですけどもあの、ハンマーをまず建築してください。タブを押すとね、建築できるものが出てくると思いますが、この中にハンマーというものがあります。のね、木と石で作成でも,もうできちゃうわけ。で、ハンマーを握ると、えー、握った後にね、こうやって作業台っていうのが、ね、できるわけ。 で作業台をこうやってね作るってなるんだけどもここでねまず置かなきゃいけないで置くとどうなるかと言いますとねこの作業台って実は範囲が決まってるのうんあそこに置いている作業台ありましたよねあのー、家の中にであの作業台、えー、実はですねあの範囲が決まってましてこの辺この穴を掘ったらへん ぐらいまでの範囲と試しにちょっともう一個作ってみましょうか。はい、ほらあそこの奥に点線がありますよね。あそこまでがこの作業台を置いた時に作業できる範囲なんですね。うん、なのでここに置くと、まあ、さっきみたいにあの辺まで作業できるようになりますよと。 にことなんで,すで作業台を作ったらまず何をするかと言いましたら、えーまあ、ちょっとこれ,これは後に置いといてうんとこのね置いた作業台、えー、で作らなきゃいけないものがこういったいろいろなものがあるわけツール梱包戦うための梱包で松明,明かりをね、えー、得るためのやつで服装で弓がね作れるようになったら火の矢とかでもこういうのってね最初から全部表示されてるわけじゃない。 どうやって増やしていくかといったら素材をいろいろ冒険して手に入れていくっていうのが重要になってきます、うんえー、木だったり石だったり動物の皮だったり何だったりっていうのも自分で作っ手に入れていくっていうのが重要です、うん、あとあ,ああいうはい鹿ゲットするぞでタンポポとかねいろんなものをね取ってください逃げたか で、羊、羊じゃない、あの、鹿とかね。うん。最初鹿とか、あの、非常に手に、かか狩るのが大変だと思います。今のネックって言われる、水辺に住んでいるあのトカゲみたいなやつとか、イノシシとかは、まあ、比較的狩りやすいので、そこで狩って餌をゲットすると。うん。餌というか、まあ、肉をゲットする。これめちゃくちゃ重要です。本当に。 この餌をゲットしていって、えー、食べなきゃいけない空腹を満たさなきゃいけない、まあ、サバイバルゲームなんでで左下見てくださいここここね今3種類食べてるんですけど3種類までしか食べれませんはい今イチゴなくなりましたじゃあイチゴ食べます上限値が上がるわけ、うん、でこのさっきのネックの尻尾これもこう点滅してるっていうのはもうすぐ消化しきっちゃうよっていうことなんですよね ので食べてあげるとるとと上上限値ががでこの肉は鹿肉ですね。うん、いや鹿肉じゃない。あの鹿と、えー、普通の小動物の肉になります。これも食べると。上がっていくと。まあ、それぞれ食べるものによって多分効果とかは変わってくると思うんですけどもこういう風に常に3種類食えるようにしといた方がいいので食べ物木の実見つけたら必ず拾いイノシシ、えー、そしてネックなどがいたら、えー、祖先的にね飼って肉にすると。 いうのが重要になってきます、うん、でですね、えー、そこで、えー、重要になってくるのが松明、うん、肉を焼かなきゃいけないからねサバイバルゲームですから、うん、で一度ね逃げ惑い始めたね鹿ってのは不可用しない方がいいですあの基本的にはそういうやり方が一番ね捕まえられないんで矢を作った後は、えー、この鹿が気づいていないところまで徒歩で行 でそこの遠目から一発でやるっていうのが重要ですね、うん、はいで飯焼く時こちらですはいちゃんとですね作る時にまずこの焚き火、うんえー、焚き火を作った後とその上に、えー、調理設備っていうのを置いてください、うん、こうすることによって、えー、こういうふうなになって肉を置いて 調理できるようになりますでさっき手に入れた肉なんですけどもこれほったらかすと焦げ肉になっちゃうのできちんとねもうジって10秒ぐらい経つといやシャリじゃないよシャリじゃないよ今の,あの焼き上がるのでそのタイミングで取るということなんですねうんすごい煙たいことになってるけどね木造建築が燃えそうな感じがするがはい焼き上がりました これをまた後で、食ったりすするるこことととがでできるということですで次に重要なのが、ベッド、うんえー、なんですけども、これねあの、作業台作った時に、多分困る人が出てくると思うんですよ。作業台作って、じゃあいざ、えー、作業台を使おうってなった時に、作業台がね、使えませんってなる人いると思います。その場合どうするかといったら、作業台はとりあえず置いといて、こうやって床とかを作っていくわけ。 できちんと屋根とかを作って囲って、その中に作業台を移動することによって使えるようになる。ということなんで、きちんと作ってください。屋根を込みで。で屋根を込みで作ってないと、雨風にさらされて、床とかがね、えー、壁とかが腐っていきます。えー、劣化していきます。まあ、それを修理する、こういう修理のボタンもあるんだけど、修理の、えー、斧、ハンマーもあるんですけど、 そういうのを尽くしして、えー、修理していくというのが重要になってくるんで、そうならないために、きちんと屋根をつけてあげるというのが重要です。うん。はい。で、それでね、徐々に徐々にできるツール、えー、がいっぱい増えてくると。で、弓を作ったら動物を飼ったりでしますし、防具。えー、そして、こちら、耕すためのクワなんですけども、これでね、あのー、 この大地の隆起、へこませたりなんだりっていうのがあります。私おすすめなのはこのクワ使って、いろいろとこうやってほしいんですけども、自分でも、えー、こういうふうに溝を作って鳴らしていくみたいなのがやったりできます。ただし、ただしこっちのツルハシが必要なんですよ。ツルハシ でこのツルハシ、最初のボスを倒さないと手に入らないツルハシなので、基本的には最初、このクワによって聖地、えー、右クリックやると地面を盛り上げるっていうのができるんで、あの地面を盛り上げて、えー、溝を作って、えー、壁平を作るっていうのもありかもしれません。まあ、盛り上げた後のものはこちらにあるんですが、こういうふうになります。石を使って盛り上げるので、あの普通のこういった えーまあ、ディフェンスボールよりもまあ強力なんじゃないかなと、うん。で、これをこういうのを駆使すると、まあ、城みたいなのもね、作れるし、国みたいなのも作れると。マルチでね、9人までできるんで、まあ、6、4、5人が推奨だとは言ってましたけどね、スペック的に。で、小道を作れるやつとかでね、こうならしていくことによって、道とかを作ると。うん、でこの つるはしがあったらこの溝を作れるのに何の利点があるかというと実は敵が今のバージョンだとここなかなか入れないので、えー、進行してこれないですなので好きなように遠くからあの射抜いて倒すことができてめちゃくちゃ便利です、えー、ここにまああの超巨大なトロールあの,あのキーぐらいあるやつがたまに 歩いてることこがあって襲ってくるんですけどもそいつもここを超えることができませんでした、うん、検証済みトロールにも勝てます、はい、でこれね最初の方でもねあったかと思うんですけど実はまあアーク、えー、恐竜をねテイムして従えたりして戦うやつある,あるじゃないですかサバイバルするやつ、まあ、あっちの機能みたいな感じで実はこのイノシシ野生のイノシシを手なずけることができますうん ただ、松明とかこれ暗いからってやってると、イノシシ逃げちゃうんで、ちょっとほったらかして、ほったらかしてってなんだ。はい、ここ、なんか光ってますよね。ここにね、イノシシほら、いるでしょ。あのイノシシが通る道に、食い物をドロップさせてあげるっていうので、テイムすることができるんですよ。これ、私も途中までわからなかったんですけども、食べ物じゃあなんだと言ったら、まずは木の実、は。い 木の実と、えー、さらに、えー、ブルーベリーとかもそうなんですけども、え、参んま、人参,、まあ、人参私、今、手に入れたことないんで分かんないんですけど、あと、キノコうん。で、今、きのこと、木の実をこの辺にぶちまけてるんで、あの、よく見てください、ちょっと暗くなっちゃって申し訳ないんだけど、ハートの絵文字が、イノシしか出てるんですね。 この間は、あの、要は、ここをぐるぐる回って、食物を食べて、どんどんお腹が満たされてる状態なんですよ、イノシシの。うん。ちょっと近寄ってみましょうか。で、それが実は数値によって出てきてるんですね。ほら、81%慣れてきているって出てるでしょ。あと、要は19%で、おそらくテームして、家に連れていけるんですね。で、そうなるとどうなるかというと、2匹いれば、 あのこれが、要は、家で繁殖することができるということなんですよ。うん。ちょっと鶏肉いただきましょうか。鳥がいらっしゃるよ。ここね、ほら、キノコとか置いてるでしょ。なので、十分な量の、えー、キノコだったりなんだったりを。 置いておく必要があるということです。あれこいつに当たんねえのほいと。よしよしよし。羽もね、矢を作るのにね、火の矢を作るのに重要なんで、私もまだ火の矢をねあの、使ったことなくて、普通のただの木の矢を使ってるんですけども、これを火打ち石の矢とか、木の火の矢とか、えー、いろいろね、強化することができます。それもね、作業だけ重要なんでね。 うん、なので、えー、食べ物は自分だけじゃなくて家畜にできるためのテイムの素材としても重要なので、えー、取っておく必要があるということですねはいそちらの方で、えー、拠点に屋根を作れるようになったら必ずベッドを置いてくださいこれがリスポーン地点になりますし夜ってのはモンスターが結構多く湧く危険な、えー、時間帯なのでそれを回避するためにですね 回避するために寝て朝にするというのが重要なんですよね。ちなみに夜になるとこの辺もやばい奴らが結構来るんですけど寒気がするとかあるでしょこれでも暖炉の、何というかこの松明の近くいたら温まるわけ。で、中に入るとちゃんと右上に休息中快適温、避難場所になっていますと、で、火もありますっていうところでちゃんと寝れるようになります。うん。するとマップを開いていただくと、はい。ここに、 ベッドのマークがつくと。ただしね、ここら辺にも第一拠点があるんですけども、この辺だったかな第一拠点作ったの。ここにベッド作ってたら、リスポーン地点にしちゃったら、今度はここのマーキングがなくなっちゃうということになりますね。うん。まあ、その辺、えー、注意してください。えー、ちなみにめちゃめちゃ最初の地点からここに来るの大変だったんですけど、見てください。 こんな広いのっていうぐらい広いです <laughs>。はい、もう冒険、死骸があるよね。まあ、夜になってきて、襲いに来てはないかな誰もね。で、明かり。こういった明かりもことによって、自分ちがより、えー、夜になってんだ。鉢眠っちゃってるね。より、えー、よいしょ。うん。 こう目立つようになるんでね。透明からも、あ、あそこ自分ちだっていうのが分かったり、まあ、火があるっていうことはちょっと安心できますよね。うん。で、その中にチェストとか置いて、アイテム整理とかを、えー、常にするように、重量がね、300までしか持てないので、限界値まで来ると、えー、動けなくなっちゃうんでね、その,、ま、その場所からね。うん。なので、そこら辺もね、重量制限、気にしながら動くっていうのが重要になってきます。はい。 だいぶでも伝わりましたかね。ちょっと寝てみましょう。よいしょ。ぐっすりすやすや行きますよ。はい。お、夢を見ましたね。うん。まあ、なんかこういったポエム的なものがたまに出てくるんですよ。 最初の武器戦う武器として重要なのはですねもちろんコンボもありなんですけども一番おすすめはですね今のとこ序盤は火打ち石のナイフとかそういうよりこの火打ち石の槍ですこれを作るようにしてください「うん火打ち石、えー、川の切れ端、うんで」じゃあ火打ち石はどこにあるんだと。 意外と見つけられない人も多いと思うんですよ。石は見つけたけど、火打ち石はないぞと。実は火打ち石って出るところがちょっと決まってます。うん。じゃあどういったところなのかと言いますと、それは海辺の近く、水辺の近くになります。はい。ドワーフちゃんよ。ドワーフからは樹液が出るんで必ず倒しましょう。これが松明の原料になったりするので、あの必ず必要です。 ちょっとここに水辺があるんで行ってみますねはい来ましたお腹が減ってきたんで食べときましょうこういった水辺の縁ら辺に行くといいですでこの辺の縁に行くとですねあのネックもいますしこうやってネックはちょっと小さいんで上からやるとすかっちゃうんだけどで食料も手に入る上にこうちゃんとこうチェックしてみてくださいああともいるな ち,ちゃんとチェックしていくと、ほらほらちょっと待って、なんか、なんで鹿がこんなとこに。肉になるこれです。ちょっと白っぽい石が火打ち石なので、これを拾っていきます。うん。あまり海の方に深植をしないようにしてください。これは普通の石ですね。 えー、見た目を覚えてください。結構ここではしとったんですけど、リスポーンします、火打ち石とかも。だから、ちょいちょいあそこ取り尽くしたけどなと思っても、えー、一旦来て、こうやって探してみると、意外と落ちています。この火打ち石を使って作る、えー、ツール、えー、が、非常にね、序盤ね、役立つので、絶対これはやった方がいいです。これを分かってるか分かってないかで、最初の攻略のスピード感っていうのは、だいぶ変わってきますんでね。うん で、これと、あ、これもうめちゃめちゃあるね。水辺。意外とね、よく探すといっぱいあるんで、絶対探してみてください。ちょっとパンチしてしまう。パンチしてしまってるな。まあ、パンチでもいいんだがな。ドワーフをタコ殴りにして、勝ってしまう。どれ ?92% まで来てる。で、ここで襲われても、も逃げてください。普通に。 内までで行けば勝手に帰っていくんでで殺しちゃうとねもうどもこもないので結構ついてき気がちなんですけども怯えた生物ではあるので、うん、すぐ帰ってくれますで先ほどの火打ち石を使ってまあそういったツールを作るんですけども実はねあの作業台にもレベルが存在するんですねでこちら見てみると分かるんですけども私の火打ち石の槍 レベル3ほらこれ3って書いてあるでしょうんこらこれは必ずやっときますおいよいしょいっぱいいるねたくさん手に入っちゃうねでモンスターにもねレア度が星によって変わってるんですけど高ければ高いほどいっぱいアイテムを落としますよし ここで、えー、作業台見てくださいここにレベルが存在しますよねでこの作業台によってこのアップグレードできる、えー、回数が決まってきます、うんえー、次は4になるとだから設備が4にしなきゃいけないと うん、ただ4にする方法現時点で、ね、多分ないのかないやあるけども今の私の進行具合じゃないとというのもですねレベル上げるために必要なものまずこれです切断台星がついてますよねそして川滑市の台星がついてるつまり星のレベルレアリティを上げるための建物建造物だということなんですねそれをこことここにやってるのでこれ、えー 先ほどのレベルが3になったと。うん。いうことで、えー、アップグレード可能と。で、今、ここを押しましたよね。カンカンカンと。これ、アイテムを、あのー、無条件でね、修理できます。家に帰ってくると。これ必ずこれって、どんどん消費していって、0になったら使えなくなるってなるんですけども、これ、あの、捨てるにはもったいないので、必ずここに来て修理するというのが重要です。えー、壊れてなくなることはありません。使えなくなるだけです。うん。 この辺注意してください、はい、そんなことなのでね、えー、かけばやに説明いたしましたけども最後きちんとテイムしたところまで見届けましょうかあ雨濡れてるとねちなみにスタミナのね回復がねすごく遅くなるのでなるべく濡れない方がいいんですけどもしくはこの松明のそばにいて屋根があればあのめちゃくちゃ あの回復が早いんですが、松明の近く行くといぶされているっていうあの効果になって体力が減ります。まあそろそろよ。一酸化炭素中毒みたいになるよ。なので、室内にえ置くことはできません。松明をね、焚き火か。うん。こうやって遠くから、鹿はやりましょう。まあもしかしたら今後鹿もテイムできるのかもしれないね。 どうなんだろうね。ちょっとじゃあ鹿の様子見てみましょう。で、今の私のツールじゃね、あの、本当壊せないものやら何やらがいっぱいあるので、ほんと、序盤の攻略として、えー、聞いていただけたらね、嬉しいかなと思います。まだ何していいかわかんないよっていう人だったら、非常に、えー、で、分かりやすいかなと。で、ボスを倒した後に、この特殊能力をゲットできるわけです。こういう。えっ、ー、とね。 ここには載ってるかな。一応ログとかを見れるんですけどね。はい。発動中の効果とかありますよね。これ。えー、これがですねあの、ボスを倒すと手に入れられる特殊能力なんですよ。で、自分の任意のタイミングで使うことができるということです。 で、走りとジャンプの能力が上がって、ジャンプスタミナ仕様がマイナス60、スタミナ仕様がマイナス60になると、F ボタンになります。キーボードだとね。で、今食べてるもので、えー、例えば、凍結に弱い、雷に弱い、火に耐性はある。とか、こういうのが出るんで、自分の耐性もね、えー、気にしながらやっていくといいかもしれません。食べてますね。徐々に徐々に食べてますね。ちょっくら私もじゃあ、食べちゃいましょうか。木の実もうないか。 キレム取ってきたいねでももう90羽超えてたんでそろそろだと思いますねここで出発目食料出発目しながらで魚なんですけども現時点で私の技術じゃと取れないので泳いで取ろうとしないでくださいあのスタミナが切れると溺れるので非常に危険ですうんなるだけやめましょう やがったなあらよっと、ゲットだぜ。鹿をこうやってね、買っていきます、うん。よいしょ。ほいっと。うん。食べ物にしてやろうか。鳩からね、鳩じゃん、鳥から肉はね、ゲットできないですね。残念ながら。 さあ、大雨が降ってきました。こうなると常に濡れた状態になるんで、家に帰りましょう。うん。こういう時に襲われたらね、たまったもんじゃないですよ。うん、さあ、イノシシもだいぶ来たんじゃないかな。これで。ちょっと様子見てみましょうか。100%になったらどういう感じになるんだろうな。結構今、来てるはずなんだよな。あ鳴らした撫でた ということはテイム完了ということですね、これ。テイム完了しました。意外にそんなたくさん食い物いらないのか。ちゃんと各地にばらまいとくっていうのが重要みたいですね。じゃあこれ連れて行きたいですね。 いや、疲れた、疲れた。<laughs> こうやってね、あの、テーマしていくっていうのが、えー、重要みたいです。えー、まあ、これで私、自分自身運んでどうこうしたいのはね、また別種、えー、動画にしていきたいと思いますので、よかったら、えー、また見てやってください。参考になりましたら、動画の評価、えー、拡散などよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。 チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから携帯機器でご覧の方は下のチャンンネル登録ボタンの方からどうぞよろししくお願いいたしますそしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。